次のセレクトはこちらです。不滅の闘魂です。がんから復活した義足の格闘家、試合に臨みました。はい、組み立ちよーい、串間正嗣さん42歳。子供たちに格闘技を指導する彼は左足がありません。5年前骨のがん、骨肉腫と診断され左足を切断、義足になりました。その後がんの転移で5回もの手術。その串間さんが再び総合格闘技のリングに立とうとしています。勝ち負けよりもリングに上がること、上がり続けて最後まで戦うことっていうのが病気にも勝てるんじゃないかなっていうこと。そんな串間さんの心の支え、それは家族でした。彼は試合目前のある日、3人の子供たちから思わぬプレゼントをもらいます。試合頑張ってください。はい、ありがとう。はい、こちらありがとう。手作りの守り、中には3人の子供たちの手書きのメッセージ。頑張ろうね、パパね。勝ちとか負けとかじゃなくて、頑張ってる姿を見るだけで。試合3日前、月に一度のがんの定期検診。最後の手術は去年2月、がんが転移した肺の一部を摘出する手術でした。現在のところ転移はないんじゃないかなと思いますけど、状態としては今安心していい状態。安心していいと思います。その夜、試合に向け順調な調整を進める串間さん。しかし実戦練習に入ったその時、先生待て、普通で顔を歪める串間さん、右手を見ると小指が逆に曲がっていました。試合まであと3日、リングに上がることができるのか。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送り。骨のがん、骨肉腫のため左足を失い義足となった串間正嗣さん42歳。総合格闘技のリングに再び立つため練習を重ねる日々。そして試合3日前の夜、道場で実践練習に入ったその時、苦痛で顔を歪める串間さん、右手の小指が逆に曲がっていました。小指、靭帯の断裂、全治1ヶ月の重傷でした。試合3日前の痛恨の怪我、大丈夫なのでしょうか。試合当日、病院で小指に痛み止めを注射する串間さん。ここがこう曲がってくれたら、ええ、まあなんとかと思ったんですけど。どうです、大丈夫です。曲がりますもんね、串間さんは諦めていませんでした。闘病生活、厳しい練習、そして家族の支え、すべての思いを胸に集中力を高めます。1年4ヶ月ぶりにコールされる自分の名前、相手は世界的に有名なグレイシー柔術を駆使する強敵。序盤から攻められ続ける串間さん、懸命に不利な体勢から抜け出そうとしますが、怪我の影響か力が発揮できない。リングサイドには最愛の家族、目を覆う妻初美さん、そしてついに、試合後、串間さんのそばでほっとした顔の初美さん。串間さんの表情は充実感に満ちていました。ギブアップはしてないんで、まあ、自分の気持ち的には勝ちだと思っています。和田さん、いかがですか。いや、これね、がんとかでも最近免疫力が大事だって言われてるんですけど、こうやってこう気を張ってね、それでやる、生きる目標があったり、頑張ろうって言って前向きに生きていくとね、こう免疫力が上がってって、こうがんが進行しにくくなるだとかっていうのが最近知られてて、こういうふうにやっぱりしっかりとこう前向きに生きていくっていうのは本当にいいことだなって思いましたよね。自分が例えばやりたいことっていうのにまっすぐ向かっていくってことがとてもじゃ大切なんですね、病気に。そうですね、やっぱり病気に負けるっていうのは、なんかもう俺はもうダメだとか、もう、もうこのままもうダメになっていくとかって思ってると、やっぱりさらに免疫力が下がってしまう。そうなんだ。
福島さんも勝ち負けよりもリングに上がり続けることだ、うん、ということをおっしゃってますね。さあ続いてこちらです、神の手。先週土曜日いよいよ開幕した J リーグ、注目の一戦